ホームレスっていなくてよくない？臭いし何の生産性もないよね。働かざる者食うべからずって言葉があるじゃん。税金だって払わないし、ああいうのが街うろうろしてるとその土地の価値が下がるんだよね。残り見捨てろって言ったよね。うち食べ盛りの孫が3人いるんです。あのおばさんたちがどうなろうが俺には関係ないよね。早く結婚しないとあの人たちみたいになっちゃうよ。こんな国来なきゃよかったよ。そんな風に言わないで。いきなりクビってどういうこと？経済に問題がある人は人間関係に要因があるの。よく聞いてね。明日こそ目が覚めませんように。私真面目に生きてきたはずです。こんな世の中やっぱおかしいよね。今でも爆弾作れますか？一度ぐらいちゃんと逆らってみたいんです。目覚まし時計の針と重なった時信号が送られてドカン。